西日本ナンバーワンは誰なのかっていう候補として最終的に残った候補の中で誰が一番誰が一番いいのか。いいんだろそれ、忖度なし。 C カップ以下の女みんな胸を押さえて座るから俺がC カップ以下の女を相手にしないってことあの頃バンバン言ってたから俺の顔と真剣にべちゃべちゃ座る燻製の盛り合わせです。燻製の、はい、何でもするんだね、燻製。女性の燻製でも持ってきてもせっかくは燻製屋から始まったから大阪の燻製女を探そう。みんなの思い出、まあ、しょっちゅうこうなんか飲み歩いてたイメージがあるんだよ。後の思い出とか放送できないよ。日本ってヒューマンエラーがものすごく増えると思うんだよ。仕事終わりに上司が飲み会を部下を誘っちゃいけないとか何。そもそも雑誌って犯罪者を特定することはあっていい。いやこれ別に間違った問題だけどあっちゃいけないな。今回から、今まであのキャバストーリーって、東京キャバストーリーと関西キャバストーリーって2つチャンネルがあるんですね。で今回は関西なので、関西キャバストーリーでの配信になる。になります。あ、西方面は全部関西キャバストーリー。関西キャバストーリー。ああ、初関西か。初関西ですね。西を今から何店舗か回るっていう。となるとこの東の東京キャバストーリーだと1店舗1店舗でこうなんか個別でそのお店のいい子を選ぶみたいなことがあったんですけど、ちょっと新しい試みとして西何店舗か回ってその選んだ子の中で誰が一番良かったのかっていう小沢仁志的西日本ナンバーワンっていう。アフターシーンなくていい。アフターシーンはあるんですけど、アフターシーンも含めてお店のそのお店のトップを決めていただいて、でその子を残しながら次のお店に行って。残しながらってどういうこと。候補として西日本ナンバーワンは誰なのかっていう候補として。あ、今のところは、はい、例えば今日行ったら行ったところでは候補で一人残しておいて、次行ったところの候補を残して最終的に残った候補の中で誰が一番、誰が一番いいのかっていう。でひょっとしたらあの6回目ぐらいにもうそのオールスター戦を大阪かどっかのお店を借りて、その子たちが来てもらって、で最終決戦みたいなところもありなのかなと思ってます。すげえな。じゃあなるべく的には飲まないやつを選ぼう。はい。小沢さん的西日本インソグループナンバーワンをちょっと決めていただいて。でもそれやってたら東はやんないのかなってなんだよ。なるかもしれないです。なるかもしれないです。あとお店もどのお店が良かったのかっていうのも決めていただきたいなと。でこういつの各お店からすると自分たちのお店とあとキャストとちゃんと小沢さんに選ばれるかどうかっていうのを競い合わないといけないっていうのをちょっとテーマとして置いてると思います。難しいね。だからね、まあいいんだろそれ、忖度なし、はい、忖度俺の感想で決めて。もちろんです。関西はあの全員があるチャンピオンシップっていうのがメインになるわけだ、はい、とはいえやっぱりキャバクラなので、じゃあこの3ヶ月間4ヶ月間5ヶ月間お店にそのまま残ってるかどうかわからないので。あ、なるほどな。もし退店してたらもうそれはもう先輩で。そうですね、失礼します。でも今に関してもなんか名古屋の女の子たち良かったなって感じ。そうだな、うん、良かった。俺の場合ですよ、東でもう一番良かったのは名古屋。そうやね。川崎もなかなか良かった。なんだろうな、街のこう雰囲気で変わるよね。なんかどうだ、名古屋か川崎も印象深いけど、俺まだ川崎が不足しない。川崎はなんかこう図らずとも下ネタの街になっちゃった。名古屋は、なんとか名古屋か。大阪行って、
っていうすごいキャバクラデカ箱でできたって言って、ずっと動物園かみたいになって行ったことあるの。30代で30年とか。あの頃が一番いいね、飲みに出てたと思う。で、大阪に仕事とかで結構泊まりが多いじゃん。しょっちゅう飲むとこ行ってた。で、撮影でみんな役者としてバーッと飲み行くと、植木の女の子たちが、いらっしゃいませって立つじゃん。で、あの、Cカップ以下の女、みんな胸を押さえて座るから。俺がCカップ以下の女を相手にしないと思って、あの頃バンバン言ってたから、俺の顔見た瞬間にめちゃめちゃ座る。そうすると、自信があると立ってるわけじゃん。じゃあ、あの方でって言って。もう若い時だから、別に今そんなに気にしない。当時のズーの印象とか、なんか、記憶。いや、箱でかいなと思ったね。すげえ混んでて並んでるんだ。で、外のテーブルでこうお酒とか持ってきてるじゃん。俺連れてけど、もうここでいいんじゃんって。なんか入んなくて。で、中入ったけど、あそこの六本木のズーですごいと思ったのは、あの今のとこちの前は、キャバクラの窓があるとこかな。あれはすごいよな。見渡す限り窓でブワーってやって見えて。あれはすごい。いや、めちゃくちゃ入り口で並んでましたけど、昔。並んでた。14年前ぐらいとかのズーは、キャバクラでこんなに並ぶのかっていう。本当だ。キャバクラっていうと、いつぐらいからかね、個室が出始めたのって。昔のキャバクラって、フロアだけで、個室がなくて、結構歌舞伎もそうだけど、どんちゃん騒ぎがこう伝染するみたいな。あったよね。今はなんかこう、個室行くやつって、カラオケ歌うやつだと思うんですよ。あと大人数で、フロアうるさいから個室がいいと思う。多分15年前ぐらいとか、こちらですかね、お座り開けるとか、あんまりそこまでなかった気がしますけど、夢で行っても個室なんで、ね、もう本当、あそこで開けたら、女の子はずっと自分がちょっとライバルしてる女の子を見ながら、あそこのことが入ったらさ、あれだからそういう狙いだと思うんですよ。銀座のクラブにも個室がないから、はい、やっぱ、なんだろうな、フロアの中のこの雰囲気、絶対、なんかこう、味わうみたいな感じの飲み屋が多かったと。あ、この店一押しの。そうですね、これ今あの瞬間燻製って言いまして、瞬間なんだこれ。はい、中にこの燻製の煙を充満させてるんですけども。あ、箱についてきた。これが燻製の盛り合わせです。燻製の、はい。何でもするんだね、燻製。そうですね、できるものは何でも大丈夫です。ああ、じゃあ、女性の燻製でも持ってきてもらって。それは。でも、女性の燻製、ちょっと癖がある匂いな。今日はあれだな、このせっかくこう燻製屋から始まったから、大阪の燻製女を探そう。たこ焼きをこの名義女を探せんだったら普通だ。普通です、ね。今回は燻製でいこう。その意味みたいな。燻製みたいな匂いにする。選ばれたくないよ。みんなの思い出、おばさんの。ああ、なんかこうしょっちゅうこうなんか飲み歩いてたイメージがあるな。みんなの後の思い出とか放送できないの。酔ってたから、はい、ベッド行って触った時になんか癖だね、すんげえ癖あるよ。んで、どの先じゃあ、男よって言って、だネタ不詳。はい。だってもう、やったらやばいじゃん、息子が。はい。で、寝ちゃったもんって。たら、いないんだけど、もう、匂いで、目覚めて。体はシャワーをさ、浴びて、本当に触って指が。なんか、すんごい癖がどんなのって。次の日、みんなでホテルのレビューで、おい、この指、うわ、くせえとか言われて、スカンクの匂いはトマトジュースにつけると治るらしいって言うから、はい、じゃあ、喫茶店行こう、トマトジュースこう入れてたの。はい、って、向いて、匂いがね、おい、トマトジュースの奥に何かいる。あれはもう二度と嫌だね。じゃあ、やっぱり燻製女を探せに行く。でも、女子は匂いが大事よ。
コロ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 あの香水変えられちゃうと覚えられない。匂いで覚えたりするじゃん。でこうロマンチックにさ別れた女がつけた香水と同じ香水つけたやつと松井つけちゃうと一瞬思い出して振り返っちゃうとかさ、はい、なんだろう。まあ、じゃあこの上とかもラボッチャっていうキャバクラ。あ、そうですね、はい、ラボッチャが上ですか、ね、そうです、この真上。ラボッチャっていう、あの160キロとか140キロぐらいある女の子たちが接客をするキャバクラがあるんですよ。上なんですか。そうですね。あ、じゃあ踊ったら音がするっていうのが覚えますか。そうです、あのドーンって、もうそろそろまだ早いから聞こえてくると思うんですけど、そのラボッチャの女の子たちがあのダンスタイムなんですよね。そうすると下に響いてよくクレーム言われるって言ってたクレーム言う店がこの店なんですね。ここすごい響きますよ。キティっていうカリスマがいるんですよ。はい、どうするんですか。辛いもう TikTok じゃ超カリスマ。やばい。一杯お願いしますけど、お酒が来るじゃないですか。唐揚げのおやつプレゼント。ありがとう。バケツ一杯の唐揚げが来る。ニュータンタンメンもあれですね。やみつきになる子は小沢さんの中に言うと最後2人連れてって、どっちでしょう。フィリピンと沖縄な、はい、この2人どっちっていうんだったらしっかりしてるのは沖縄にしとくか。あとで振り返るとお三方のインスタに上げていただいた愛人になりたいんですっていう、あの子はすごい映像的に面白かったなと思います、ね、本気の目線で小沢さんを見てるっていうあれは負担にしとけばよかったよな。だから俺怪我しなかったんじゃん。転びそうになった時にあいつはこうなんか俺を抱えるんだよ。そうですね、もう自分が下敷きになるぐらいのコンプライアンスってことができた時にもう物性が範囲の狭い反社会勢力とかそういうのって言われたのは、今いろんなものを全部を包み込んでめっちゃでかいもんだ。すごくこう息苦しく逆にしてる気がします。だからさ、今若者の職業、うん、就職先すぐ転職するっていうのって聞いてると、今の会社は自分はちょっと向上しないからもっと仕事を覚えたいしって言ってるけども、パワハラっていうことで上司が怒ってることをガンガン言い過ぎるから、お前らが怒って俺が罰せられるんだったらお前らの将来なんか関係ないから好きにすればって言われないから、全てが悪循環だよ。あのゆとり世代の運動会で1位2位って決めるのどうかってみんなで横で手伝い、じゃあやんなきゃいいじゃんって思うじゃん。なんかね、我慢の先に得るものがあったりするので、我慢してる時は苦痛でしかないけども、苦痛を乗り越えると、あ、得たものがあったんだとか学んだなとか成長したなっていうのが後で振り返ると分かるところがあると思うんですけど、なんか我慢そのものをもうしなくてもいい状態になってしまってるから、もうなんか気がついたらいないみたいなケースが結構ある。だから日本ってヒューマンエラーがものすごく増えると思うんだよ。で若いやつが転職してもっと自分のためになるために自分を鍛えてやりたいっていう気持ちは分かるけど、どの会社行ったって全部そうだから変わらないんだ。あの仕事終わりに上司が飲み会を部下を誘っちゃいけないとか何、やっぱそうするとほら疎外感が生まれてコミュニケーションもないし、腫れ物を触るように上司がさ部下を扱ってるやつ。役者さんの世界もなんか昔はそれこそ停電とか、その裏方の人からめちゃくちゃ文句言われるとかあったと思うんですけど、今も全然今の方が下手してるのは、だってさ監督がさ NG でカットあってなんだお前その芝居っていうのパワハラ言われましたとか言うやついるんだもんね。確かに。だって今の感覚で言ったらさ、鍛えるために俺なんかもさ本当にフィルムだった時代で映画で何回でも勝った方はダメ、違う、甘かい、20何回、本番20何回でフィルム回ってんだよ。
前のためにどんだけフィルム捨てればいいと思ってんだ、あ、今日中止みたいにやんねえんだ、そうし何が違うんですかねって監督に言うと、それを考えるのも上手な仕事で判断するんだ、俺の仕事で、次の朝一に組み込まれてるわけ、中止になった瞬間、はい、もうすごい寝れないけど何がダメなのか、はい、で一生懸命やって次の日の一発 OK って言ったんで、監督は何が違うんですかね、だから分かんないからお前ダメなんだよって言われるんだよ。今だとあれいじめと取るだろ、カットカット小沢何やってんだてめえその芝居、お前まだ出てねえしすっげえ言われるんだよ。まあそれでもその入ってから仕事するなんて考えたら10年早いみたいなさ。でも最後の方とかはやっぱり俺が死ぬ日なんか後押しみたいかなっていうのは、小沢が今までやってきたんで、小沢の好きな腰は小沢の日みたいなさ、そういうものがあってさ成長させてもらったりするけど、いじめととかと捉えるんだったらこの仕事だっていいねえじゃん。最近じゃもう10年前とか8年前とかのことを言われるから、もうけど俺だって若い時とかさ、若い時そうだったね、若気の至りって言葉はもう辞書から消すべきだね、許してくんないんだもん社会が。その人の価値を認めて寛容であるべき世の中が今寛容さがないから、みんながこう、まあ、テレビ悪いと思うよ、なんかそういちいちそれやだって、あのワイドショーとかでやってることってあれ仮説だから、ね、全部が。俺も弁護士も書いてて、そうすると推定無罪のもと裁判で有罪が確定しないときは、あ、まだ被告ではない、被告扱いじゃん。というかそもそも雑誌って昔は疑惑とか疑念があったときにそういうレベルで書いてたけど、犯罪者を特定することはあっていい、いやこれ別に松本問題だけじゃあっちゃいけないなと思うよね、なんかね、捜査機関じゃない。今俺も弁護士もでも書いてるけど、電車の痴漢筒ぼたせ、ああ商売的な、もう持っててほんならキャーこの人近いよ、タオルミスターよっていうのが来るだ。それは何目的で、金じゃん、示談にして、示談にするから会社とか死んだ方がいいだろう、昔の当たり屋的な感じですか。だって西成のあそこの中央のなんとか公園なんかさ、もう車20キロで走ってたって人がぶつかって引いてとか言って1万払うとピンピンして帰ってくる、もう面倒くさいから1万払うだけで。で物を置いたってお前撮影で行ってる時、あ、レフ板がない、え、お前近くに泥棒市ばっかり行ってみなって言ってシャンベルとか行ったら、レフ板300円で売ってんだよ盗んだって、で、めんどくさいから証明部が300円払って買い戻してんだよね、お前。そういうことだった場合に、あの伊藤の選手の方がっぽいから、あれが事実じゃなかったって、伊藤選手はだってあれ、損害賠償、まあ、あれが、本当が負けた時に、そういうことをやるやつがいなくなるやろ。あの密室での出来事って女性がレイプされたって言ったら世の中絶対女性の味方だから、でもそこに金儲けに走るやつがいるんだよ、それまで一緒くたにするのは違う、事実あったことはやっぱそれやった人間がダメなことだ、女性に対してだけど、それを商売にしてるやつらがいるってこともさ、逆にそれこそ群衆が叩くべきだよ。これがこの店の嫁だ、これからキャバクラで戦おうと思う俺だ、これまさか燻製じゃねえよな。ソフトクリームですよ、なんか綺麗ね、これね、俺でもこういうやつよりもあれが好きだ、昔のふにゃふにゃ、ちょっとふにゃふにゃするやつ、いただきます。うん。
めっちゃ濃厚。なんでアイスクリーム食いながらこのレモンサワー飲む。今から行くぞ、完成女子。ここに誇られると嘘つきが多いっていうから。違います、セクシー僕なんですよ。いや、それもうちょっと、無理して棒読みの標準語で喋んなくていいから。バレバレなにわの血流していいですか。ジュリのフェモロ、フェロ、フェロモンがすごい。言えてねえよ。あの今から標準語喋ったら、おぐい。じゃあ、今から用意スタート。かまへんで。ここ、バーコードに見える。ピーしてよ。あれだピーって言って、30円。なんで安すぎる。なんで沖縄から大阪来たの。大阪に来て遊んだら楽しい、ここを働こうって、それそれこれみんな沖縄行ってやるんだぞ。まあ、テーマで働くとさ、学校の同級生とかと出会ったりするやろ。ありがとうございます。学校の元担任とかいました。すみません。